はい、どうもラウンでございます。今日はね、何の話しようかじゃなくて、ティッシュですね。ティッシュ、皆さんティッシュ何をお使いでしょうか。大体ね、大体ほとんどの人がね、安いティッシュを使ってると思うんですけど、うちはね、去年9月に買ったちょっと高級ティッシュを使っておりました。もうさっきなくなったのよ、これ、はい、クリネックスの、ローションティッシュ X でございます。これさっきなくなっちゃったんだけど、いつからかな、結構何年か前からこういうのを使い出したんだけど、結構ね、友人とかがね使ってるんですよ、こういうの。なんでそんな高いの使うんと聞いたら、いやだってさ、ティッシュ1箱買ったら結構あるじゃん、そんな時ぐらい高いの使っていいんじゃねえのみたいな感じで言っててですね、でまあ使うようになったんですよ。まあ確かにそうですよね。こうやって3箱で500円ぐらいでちょっと高いんですけど、これだって去年の8月終わりかなぐらいから使って、やっとさっきなくなったんですよ。でもね、これね、いろんな種類あるんですけど、こういう、多分ね、鼻噛む人は詳しいかもしれないけど、結構いろんな種類あります。で、これは多分、クリネックスで一番高いやつになるのかな。だからね、もう一個、下を使ったことあるんだけど、ちょっと固めだったんだよね。なんだろうねって感じで。で、他にもいろいろ使ったことあるんですよ。で、まあ大体店で売ってるのは、大体カシミヤは使ったことないけど、大体ね、こういう系使ったことあります。で、まあなくなったんでしょう。なくなりそうなんで、先日買ってきました。で、いくつか使った中でこれ。こちらかな？怖いかな？メリーエールのウォータープラス、プラスウォーターかな？これでございます。まだ開封してないんだけど、だいたいスーパーでこの5箱入って、だいたい500円ぐらいですね。で、売っております。まあ、1箱100円ぐらいかな。あまりね、これはバラで売ってない。これの1個上の、なんだったかな、はい、ちょっと久々に見てるんですけど、これのね、多分一番高いやつがエリエルの贅沢保湿ってやつですね。多分ね、見たことあると思う、こういうの。こういうやつね、こういう箱、これね、単体1個入りとかでも売ってるんだけど、だいたい3個入りで買った方がお得だよねってやつ。これはちょっとね、ちょっと柔らかかったんですよ。しっとり感はすごい、めっちゃすごいです。で、柔らかかったんですよね。で、これの次に買ったのがこれやったんですよ。で、こっちの方がさらに柔らかくてウエット感があった。で、単体だとこっちの方はちょっとね、230円か40円だったかな。ちょっとこう、贅沢保湿よりちょっと高め。で、あとね、柔らかいせいか、ちょっとちぎれやすい。なんかすぐボロボロになっちゃう。だからちょっとね、水っぽいこうテーブルをちょっと拭くだけで、すぐボロボロちぎれちゃうぐらいな感じ。耐久性が全然ない。けど、ものすごい柔らかいので、鼻噛む人にはすごくいいかもしれない。で、自分鼻噛むだけじゃなくて、普通にただこれ使う、鼻をほじったり使うのに、結局鼻噛むと一緒かな。で、一番コストがいいなって思ったのがやっぱこれですね。確かにこれ、保湿ティッシュ売り上げナンバーって書いてるもんね。この黄色いところね、これ書いてんだよね。保湿ティッシュ売り上げ枚数ナンバーワンと、こう書くからにやっぱ売れてるということなんでしょうね。確かにこの、まあ使ってきた中で、贅沢保湿もこれちょっと高い感じかな。あれ3箱しか入ってないけど、1箱あたりの枚数多いんですよね。ちょっと開けようか。うざい先生、開けようか。こんな感じでございます。分かりますかね。180組360枚、何を言ってもメイドインジャパンでございます。は
はい、ということでこれが、まあ、要は180回取れますよと、いった感じです。だからゼータ本質が、1箱200枚入ってるんで、まあ、要は600枚ですよね。600円で500円、つまり1円以上するのか。そう思うと高いよね。こうやって、180組なんで、まあ、確かに普通の最近のティッシュって大体160とか180なんですよ。うん、昔みたいに 200×5 じゃないんですよね。 200×5 になると安いやつでも250円とかなんかそんなやつになれば人はこうあれなんですけど、あまり多分ね気にしないで買う人って多分裏見たら安いやつだったらね、裏見たらあら160組しか入ってねえじゃんみたいな。だから160組×5 だから、そうそう、思ったより少ないってやつっていうか、まあそういう時もあります。これは180組なんで 180×5 と、いった感じでございます。だから結構なんていうか保湿ティッシュっていうか、まあ簡単には高級ティッシュの部類の中では、すごいコストパフォーマンスが良くていいですよって感じです。で、これも開け方がかっこいいよね。蓋としてお使いください。え、そうなの？俺、あれ？お前あった？これティッシュさ、この蓋、あれ開けるとこっていうかあれ部分だけど、蓋としてお使いください。え、あったかな、こんな。多分初めて気づいたかもしれない。前買った時ってもう2年ぐらい前になるから、いろいろ使ってるからね、2年以上前かな、なるけど知らなかった。つまりこういうこと？すげえ汁飛んじゃってるな。こういうことだよね。蓋の開け閉めで。ちょっと汁、ちょっとだいぶ汁飛んじゃってるけど。どうですか？これでいいですか？こんな感じ？これでも邪魔じゃね？1枚を取ってみますか。じゃあ、ああ、ちげえちゃった。こういうティッシュ、ちょっとね、保湿系のやつってちょっと柔らかいっす、普通のより。ああ、そう、うわ、比べるもんねえや。これなくなっちゃったから。これめちゃくちゃ柔らかい。うん、多分ね、知ってる限りこれ一番柔らかいんだよね。で、これが、どのぐらいだろう、もう柔らかさ10としたら、これがもう7ぐらいなんだよね。8がゼータ硬質ぐらい。うん、そう、なんかね、ちょっとサラサラ系のやつで、この引っ張りとかに強いんだよね。ちょっとわかんないよな。うん、こう。まあ、こう、引っ張りは破れるけど、ちょっと、まあ、こんなにしろティッシュももったいないけどね。うん。なんだけど、これは、これは本当にちょっと力入れただけですぐブチブチ切れちゃう。それが柔らかい。鼻をしょっちゅう噛む人は本当こっちの方がいいかもしれないけど、普段使いだとこっちの方が圧倒的に、うん、で、ゼータ硬質よりもちょっと安いし、うん、個人的にはおすすめ、うん、おすすめですこれ。はい、以上でございました。まあね、ぜひ使ってみてください。だいたいですね、5箱、このね、全部5箱で、だいたい500円ぐらいです。まあ、1箱100円で、まあ、ちょっと高めといえば高めなんですけど、いつもね、鼻噛む人とか、まあ、こんな感じで鼻がね、ほじほじする人とかには、とてもいいと思います。やっぱね、こう鼻入れた感じね、ちょっとやっぱこれ硬いねって感じがある。これよりね、これちょっと硬いけど、普通の安いティッシュに比べたら全然柔らかいです。多分これに使い慣れたら、お店のさ、ラーメン屋とかに行ってあるじゃないですか、こういうの触った瞬間に硬いって思う。硬い、もう肌触りからして硬いって感じです。はい、まあという感じでございました。皆さんもね、こういう系使ったことなくて1回だけね、騙されたと思って使ってみてください。高級ね、まずさらに言うのゼータ硬質とか、さっきのクリニックのローションティッシュとか、こういうのは単体で1個だけで売ってます。200円とかですけどね。
はい、ただその鼻噛む用専用で買う人も、もちろんいますので、その普段はこうあのもっと安いやつを使って鼻を噛む時だけあのこういうのをまた別に買ってるみたいな人もなんかいるみたいです、ということでございました。まあぜひね、一回ねこういうの使ったことないとか使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。